名前は揉めるよね。うちは、私たちが結婚報告をした直後に義兄が割り込んで結婚したし、家を建てるか、駅地下の新築マンションを買うかと迷っている間に、義兄夫婦がそのマンションを購入したので、それ以降は義兄夫婦に。情報が漏れないように、義実家にも事後報告だけすることにした。義兄嫁が3ヶ月ほど早く妊娠、出産したが、うちが妊娠報告すると、案の定子供につける予定の名前を聞いてきた。真似されるのは分かってたので、夫が、レオ、仮、うちの猫の名と伝えると、義兄夫婦はレオ？何それから、とバカにしていたが、出産後にちゃっかり、レオと命名してた。夫と笑いを答えていると、動揺してると思ったみたいで、あれ？もしかして同じ名前考えてた？でも、もう届け出しちゃいました。と得意顔だったけど、とめが、それって、次男の猫の名前よね？と、暴露しちゃったもんだから、揉めに揉めたよ。全部うちが悪いことになっているので、義実家に顔を出すのも自粛している。その義兄夫婦は、何が楽しみで生きてるんだ？自分というものが、これっぽっちもないんだろうか。ある意味究極の瞑想人生だよね。まず、義兄が、旦那に対抗心を燃やしている場合もあるような気がするなから。義兄嫁がブースターになった可能性も否定はしないけど、義兄夫婦が一生我が子をレオと呼ぶかと思うと、きつい仕返しおめでとう。星の玉子様とか、キネズミ、ピカチュウとか千波、ライン・ハルトとかあったろうに、まさにその通りです。ブースター。義兄嫁は、子供の名前を変更すると発狂したみたいだけど、裁判所で手続きが必要だと聞いて、ビビって諦めたみたい。今は、レオではなく、王子ちゃんと呼んでるらしい。ごめんなさい、文章が変だった。義兄嫁は、子供の名前を変更すると発狂したみたいだけど、義兄嫁は、子供の名前を変更すると発狂してたみたいだけど、です。張り合うにしても、同じものを横取りっていうか先取りってのがせこいね。もっと格上のいいものを、ってならないのが滑稽だな。兄なら、もっといいマンション買って、弟に差をつけてやるぜ、ってならないもんかね。弟よりいい物件を買える改正があるなら、こんなみっともない張り合い方しないんじゃない？弟より先に結婚したい。ってところで、まともな相手を探す努力してたら間に合わないから、頭のおかしい女で妥協したのが、義兄の人生を決めたんだと思う。弟より先に、ってところがポイントなのね。なるほどねから。全部うちが悪いことになっているので。別に頼まれて、その名前をつけたわけでなく、親自身が勝手に命名したのに、なんで、親が名前を横取りした家のせいになるんだよ。気違いの理屈は理解できない。